井上真です。ノーミルク佐藤です。井上真、休み時間ラジオでございます。今日は特別編ですよ。もう8月15日月曜日のもね、12時30分夜ね、月曜日になってすぐなんですよ。すぐ ねで今2本ね、今日も動画撮ってさ、先生喋ってるんだけど、なんかもう今ね、まあ、はい、そうなのよ。カディス VS 映ってるものはダゾーン、ダゾーン、カディス VS レアルソシエダ、はい、今から始まる。そして始まる。チャンクボがスタメン、スタメンですよ。だから明日の今頃ね、これが出るのお昼です。昼です。明日の今頃踊ってる見出しを予想しようのコーナー。これは我々にとってリスクしかないですよ。だってこれを聞いてるみんなは全部知ってるんだから。ほんとそうだよね。そうでしょ。いやー、お互い5個ずつ、5個まで保険かけていいんで、いい、行こう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 。そうっすね。じゃあ僕から言っていいですか。いや、もちろん。久保1アシストで60分交代。あーるー。ちょっとお気に入った、お気に入った。あーるー。スタメンだからな。本当はね、2ゴール3アシストでフル出場が一番いいんですよ。ただ当てたいから。まあそうね、はい、先生はあのね、ちょっとね、にしてもなんですけど、あの現地のカメラがですね、久保選手抜きすぎですね。あら、ダントツです。人気なのか、話題なんだね。そうなんですよ、スペイン人の間でもね。今年のラリーガの開幕の表紙もあの何人かで飾ったんです。そのうちの一人に武選手が入ってるという、いいね、というのもありますね。コメント欄でいじってくださいね。私たちの予想合戦をどっちも才能ねえなって言ってくださいね。それ前提でやってますから。そうね、先生、別に何アシストとか具体的なことなくてもいいんで、見出し、見出し、もちろんです、はい、いきますよ。どうぞ。久保建英、ダビド・シルバと幾度となくチャンスを作り続けた。なるほど。それでもゴールなかった時だよね。まあ、ゴールあっちゃうとそれ見出しになんないから。そうなんですよ。あ、ね、まああるよねっていう。ある、もういたね。そういうことか。でも大穴も張りたいよね。そうだね。1個大穴張る前に、じゃあもう1個ベタなやついくと。行きましょう行きましょう。久保。はい。移籍後初ゴール。いいね。これ置いちゃったね。いいね。ほら、みんなが願ってるし。そういうことですよ。移籍後初ゴール。これ申し訳ないけど。まあ、こういうパターン全然ありですよね。で、あの、現地の実況が何て言ったかってね。そうだね、それでいいんじゃない。これごめん、ごめん、これ当てちゃったね、俺ね。これでも 30% ぐらいあるよね。まあ、あるね。ある。じゃあ先生もいいよ、置いて。もう私これでいきたい。ええ。久保、直接フリーキックダン。ありそう。ありそう。それ欲しかった。欲しいよね、これね。これは大いにあるね。自ら取ってもいいしね。そうなんだよね。蹴らしてもらえるのがね。いや、全然あると思いますね。そうそう。ありえると思います。特に、あの、まさ、やっぱ最近とか、あの、武選手すごいのが、あの、1試合平均やっぱ3回ぐらい、あの、被ファールもらうんすよね。そうか。だから、俺が取ったんでよくないっすかみたいなことも言える人だから。なるほどね。あると思う。なるほどね。って意味では、まあ、ここまでちょ置いてきたわけでしょ。あと3枚ずつカードあるんですよ。ええ。1個穴いきましょうよ。そうね。いいね。久保。はい。涙のレッドカード。いやいや、ねえよ、ねえよ。なんだよ、涙。いいなそもそも、レッドカードあったとしても万が一、泣かねえよ。先生もそのレベルでください。いや、確かにな、はい。いや、これはね、俺、これ、こういうこともあるんじゃないかと。今、もう試合始まってんの？始まりました。今ね、この試合、今ね、1分10秒。ファーストタッチまだ。あったかな、ちょっと混戦で一回あったかもしれない。もう早く予想しないともうずるくなっちゃうから。確かにね。はいはい、久保建英、はい、またしてもレデスマを破る。まあ、ちょっとこれもゴールなんですけど。キーパー？はい、実は今回のカディスのゴールキーパーレデスマさんですけど。アトレチコにいたやつだ。あ、昔どの子だ。あれ違う、レデスマって何だっけ、オリンピック？アンダー24のアルゼンチン代表が一回来てくれた時あったじゃないですか。なるほど。その時なの、ほら、板倉浩2連発で、ね、点取った時があったね。あったね、あったね。はい。で、その時だから。いや、違う、先生。レデスマ破ったとしても初ゴールだって。まあね。そうなんで。まあでも、穴だね。穴だね。じゃあ、あと2枚ずつ。いきましょう。これなんか、自分がこうなってほしいので、1枚ずつ。あ、いいね。いきましょうね。
そうね、うん、俺今ちょっと考えましたよ。わかった、はい、俺からいいですか。もちろん。客席の金髪美女プラカードにメアリー・ミタケこれでいいですか。これでいいですか。あるな。結果は知らないですだけ ど、ね、それが見出しになったってことです。これは日本人として嬉しいですよね。なるほどな。我々小粒なね、東洋の侍が、うん、ね、そんな女性にそう思わしたってことですからそれは私は嬉しいですよじゃあ先生、私これあのカディスホームなんです、ね、おー、はあ、そうか、久保武さん大ブーイング浴びる。ああうまい。ああるね。ありますよね。活躍しすぎてってことでしょ。2ゴール3ゴールとかね。じゃあ先生見出しは3ゴールだって、はい、確かにバカだねこの人。で今のはいいんですよ、そうあってほしいやつだから。すいませんね。じゃあラストか。ラストですね、5つ目になりました。あとは何でしょう。だから言いたいやついいですよ。まあそうだね、最後ね。まだ出てない角度からで言うとなんだろうな。確かに久保選手そもそも活躍すれば、うん、なんか本当にあらゆるパターンでね見出しつけられますから。まあそうね。そうですね。そうか。そういう意味で言うとトップじゃなくても一個そういう見出しがあればありにしましょうじゃん。そうですね。そうね。これはあれじゃインタビューでのセリフとかになってくるんじゃない？ああなるほどね。まだ言ってないのだと。はい。なんでしょうね。うん、あ、私ちょっと思いついたので後で。いいですか。はい。じゃあ先でもいいですか。お願いします。でこういうパターン僕は好きだよってだけなんですけど、はいはいはい、今日の友は明日の敵？はてな？どういうことですか。手竹が言ったってこと？いやまあ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 こういう見出しになるかもしれない。はい。あ、はいはい。今回あのね、このレアルソシエダね、スビメンディ選手とか、あとはミケル・メディの選手とかって言ったりするんですけど、はい、そもそもこのメンバーってあれなんですよね、いわゆる他を破った奴ら。あ、そう。スペイン、アンダー24代表の組。なるほどね。で、だから彼らもね、それこそ、またね、ワールドカップで戦う可能性ありますから、だからこのね、仲間はワールドカップでは敵なんじゃないかっていうところで何かっていうのもあるなっていう、ね。なるほどね。いわゆる久保選手らこの二人が。はい。私最後出しますけど、先生ね、はい、大事なことをお忘れですね。あら。見出しというのは何のためにあるのか、それは視聴者数を取る。そうですね。ためのもんでしょ。もちろんそうですね。ついクリックしてしまう。そうだわ。っていうことでしょ。ええ。ってなると、はい。これでしょうね。うん。うん、久保。YouTube 解説。関係ないじゃんこの試合関係なくないよ、今日から始めます。開幕したからね。そうそうそう、それに合わせて会員ね、タイトルは YouTube のチャンネルタイトルは、ええ、うん、やってくベティスやってくベって言わねえか。なんでベティスなんだあ、じゃあベティスじゃない、なんだっけ、なんだっけ、ソシエダ、ソシエダ、あ、そっかごめんごめん、間違った。ソシエダね、ソシエダにかけるとチャンネル名なんだかな。リアルソシエダね、ソシエダ。ちなみに今5分30秒の段階で、はい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 、久保建英選手ドリブル突破したところをディフェンス3人に捕まって倒される。いやな、これフリーキックあるね先生。あー、まあでもね、あの戻りましたね、ボールが今ディフェンスライブに戻りました。でもその流れから言うとさ、あるね、あるね、ありえるかもしれない。そこでボール集めてフリーキック取りに行こうっていうね。そうだね。あ、そっか、楽しみよこれは。あ、ソシエダ、うん、今ね、ちなみにね、もともとダゾーンのフォーメーションでは442っぽく言われてたんですけど、うんうんうん、であとダゾーンのキックオフ前に出てくるフォーメーションだと4231で久保田選手が右だっていうあれだったんですけど、うん、今見てみると、はい、4バックに1アンカーで中盤前3枚の2トップで久保選手がトップ下、うん、見たら4132みたいなですね、うーん、の真ん中、3の真ん中やってますね。なるほどね。うん。なるほどね。まあ、すぐ変わるのかもしれないですけどね、今一瞬、これ収録しながら見てるから、まだね、そんなに大丈夫ですね。インタビューの要は、すごい結果を出したとしても、はい、何ゴール、何アシストしたとしても、これ僕当てます。あ、結局、うん、チャンクボがインパクト強いことをインタビューで言ったら、はい。それなんですよ。それだね。そういうことでしょ。確かにね。これ言っていいですか。はい。ダゾーンご覧の皆さん、チャンクボです。リーガはライブオンダゾーン。
ちゃんこばでした。これでしょ。それが見出しになるか。ダゾーンさんとして一番言ってほしいでしょ。それだったら久保ダゾーンの魅力を語るだわ、多分おそらく。わかんない。これを受けてね、なんか当たってると思うんで。まあそうですね。ここはずつ。予測シリーズやります。深夜の大予測シリーズね。そうだわ。皆さん今頃昼飯を食べる口の顎が外れてると思います。この二人はノストラダムスかと。この二人の力をもう国のなんか犯罪捜査に活かせないかぐらいの予測力。私は示したと思います。やっていきましょうね。賞賛のコメントを待ってます、うん、いや待ってます、もしくは罵りのコメントこんなんもたまにいいね。そうですね、はい、インターネットで日本人めっちゃ増えましたからね。そうね、うん、遊んでいきましょう。そうだね、うん、いや皆さんありがとうございました。だからここから導き出せるサムネ今から作りますけど久保武英まるまるですね。スポーツ新聞っぽく作ります。久保武英すごいぞ久保武英まるまるにします。そうです ね。いいな。何にもなかったらもう我々のせいです。ね、我々は信じています。そして何もなかったとしても次の久保武英まるまるを信じています。そうだね。はい。いやそうだわ。ということで。いやいや。はい。これもやっていきましょう。だからコメント欄に書いてください。バカ野郎っつって。いやでも当たってたらあれスパチャっていうかスーパーサンクスですか。そうですね、後から課金してくださいね。ねお願いします、はい、お慰みしてください。週に1回はこれやりましょ う、ね、深夜の大予測ね、ありがとうございます。まだ点入ってないでしょ今ね。ちょっとね、うん、あのダサくクルクルしちゃって見なくなってます、ね、じゃあ今フラットな予想ですから終わります。そうですね、順に43分3秒、はい、井上真央でございました。直美で佐藤でした。じゃあね、明日から僕らを神とね、立て祭るでしょう、皆さん。ありがとうございました。グッナイ。そして、ありがとうございました、ナイス、グッドアフタヌーン。グッドアフタヌーンだね。朝した。過去からのおじさんでした。じゃあねー。またでーす。